みなさん、こんばんみよ。オオカミミオです。そして、こちらは、うちよりちょっと小さい大空スバルです。きまーす！オンライブ2期生、おじゃいちまーす！よろしくお願いします！イエーイ！声はいつも通り大きいです。というわけで、半分以下にします。ミキサーで。というわけで、今日は、はい、自己物件っていうゲームをやっていくんだけどさ、はいはい、スバちゃんやったことある自己物件って？ねえよ。ないのね。なんかテンション低くない？みおちゃん、こんなゲームでテンションぶち上がるかよ。イエーイなんでぶち上げなんだよ。だってみおちゃんがテンション低いから、その分スバルがテンション上げなきゃと思って。あ、フォローしてくれてるってことね。そう、フォローしてくれてるんだよ、スバルが。でもさ、なんかさ、そんな怖くなさそうじゃない？あー、そうかな。やめてお願いだから。あ、ポルターガイスト現象だ、ミオちゃんの家で。ポルターガイスト現象が起きてる。ポルターガイスト現象。ちょっと待って、猫を始末するじゃない。死んじゃ、やばい、殺されちゃう。タイガー。というわけでですね、ミオちゃんがポルタイガーと戦っている間に、なぜこういうことになったかということをスバルが説明します。昨日の夜、突然ミオちゃんに、バルちゃんさ、もう自己物件やったことある？みたいなノリになって、で、気がついたら、ミオスマホラーナイトだ。なんて？おしまってきたんじゃねえのか、ポルタイガーを。ちょっと待ってて、マジでごめんね。昨日もですね、実はですね、打ち合わせしてる時にですね、ミオちゃんのデスクの前にいきなりタイガーが乗ってきて、ミオちゃんが何もできなくなってやる気を失ってしまうという事件がありました。これはきっとポルターガイストタイガー、つまりポルタイガーの仕業なんです。恐ろしいですね、皆さん。これからタイガーのこと、スバルだけポルタイガーってもう怒られそう、普通に。怒られるかな。ミオシャ、おかえり。ただいま。ミオシャのさ、タイガーくんのこと、これからポルターガイストタイガー、いわゆるポルタイガーって呼んでもいい？なんか飛び回ってそうな名前だけど、まあ別にいいよ。やった、飛び回ってそう。